愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。ではね、早速冒頭の Google フォームにいただいた相談に一つ答えていきたいと思います。あ、で、先週かな、その専用フォームってどこにあるんですかって言われたんですけど、動画の概要欄に概要欄にリンク貼ってあるので、そこから飛んでもらって書いていただけると、皆さんに読ませてもらって一つ答えていきますので、よかったらね、そちらから書いてみてください。で、今週が、北海道にお住まいの、ラジオネームがバファリンプレミアムさん、名前ありがとうございます。こんにちは、はじめまして、いつもお世話になってます。こちらこそありがとうございます。相談したいことなのですが、友達と話している時に相槌が棒読みだと言われることがありますと。友達の話を聞いてすごいと思ってすごいと言っても、友達から棒読みじゃないと言われてしまいます。自分が心から思っていることが相手に伝わっていなくて悩んでます。どうしたら相手に伝わる話し方ができますか、教えてくださいということで、バファリンプレミアムさん、ありがとうございます。で、これはですね、まずご自身、自分側が直せることはもちろんあるので、これから今伝えていくんですけど、例えばね、バファリンプレミアムさんだけじゃなくて、他の方も結構こういうの悩むことあると思うよね、人間関係において。で、自分が直せるところもあるけど、これ受け取り手の方にも問題あることあるから、全部が全部、例えば 100% 自分が悪いっていうふうに思うのは違うよ。だからこれはね、思っておいた方がいい。いろんな人がいるから。あ、別に、バファリンプレミアムさんのお友達が悪いやつって言うわけじゃなくってね。だから、自分を全部責めることはあんましない方がいいよっていうのはちょっと覚えておいて。で、自分がこう発してる言葉と実際に受け取ってる言葉って実は結構違うんですよ。例えばよくある話が、自分がさ、自分の歌声、カラオケとかさ、歌声でもいいし、なんかの発表してる時の声とかでもいいんだけど、私ってこんな声してんのみたいな。録音とか録画したものを聞くとさ、思ったのと違う時って結構あると思うんですよね。だから、自分の声のトーンとかもそうなんだけど、でうまくコントロールする練習をしないとコントロールできないんですよ。自分が思っているものと実際になっているものが違うとさ、それは良くないじゃんか。だからそこをすり合わせていく練習があって、もう、ね、単純です。録音しましょう。録音するといいです。今回のすごいにしてもそうなんだけど、なんか話を聞いたことをイメージするじゃんか。イメージしてそれを今スマホにさ、なんかあるじゃん、ボイスレコーダーみたいな。あれで録音するの。で聞いてごらん。そうすると、あれって。確かに嘘くさいかもって思うかもしれないし、そんなことないかもしれない。まあ今回の場合は友達にそう言われてるから、なんか棒読みっぽいなって感じちゃうかもしれないけどね。で、もしね、これはさ、気になってちょっと練習してみようと思った方がいたら、一個やってほしいことがあって、コンビニに行った時とかさ、スーパーとかお店でもいいんだけど、いらっしゃいませってあるじゃん、いらっしゃいませっていう、あれさ、元気のいい店員さんと、なんか自分がなんかテンション低いなって店員さんもいるじゃん、たまに。元気がいいいらっしゃいませ、テンションの低いいらっしゃいませ、悲しそうないらっしゃいませ、嬉しそうないらっしゃいませ、怒っているようないらっしゃいませ、喜怒哀楽に合わせるといいね、のいらっしゃいませを録音してごらん。いらっしゃいませとか、いらっしゃいませとか、わかんないけどね。それを自分が思ってるものと実際に聞いてみるのをやってみるといいです。多分みんな初めてやる方が多いと思うんだけど、思ったより違うから、ぜひぜひ試してみてください。はい、ということで、じゃあね、今週も本題の方に行こうと思います。画面にはね、今出てますけれども、今週は親の意味というテーマで喋っていきます。だからね、ちょっと学生のみんなは、でもね、聞いてほしいな。そう、親御さんに関する話をしていくけども。っていうのも、今日ね、6月20日の日曜日、昨日の夜撮ろうと思ったら疲れて寝ちゃったんで、20日の今朝7時に撮ってるんですけど、今名古屋のね、ホテルにいるんですよ。というのも、昨日ね、19日のに、愛知県のとある高校の PTA の皆さんから、なんか保護者会というか、保護者の方の懇親会、研修会みたいなの講師に呼んでいただきまして、そう、親御さん100人弱かなの保護者の方と、先生、一部の先生の前で講演をさせていただいたんですけど、でそこで、親御さん向けだったので、親御さん向けのテーマで講演をさせてもらったんです。だからそのね、こう自分の中でそのテーマを話した流れがあるから、どうしても今回これを喋りたくって、で親の意味という感じでね、そのテーマで喋っていこうと思うんですけど、みんなはまださ、学生の方が多いと思うので、おっとごめんなさいなっちゃった。なので、
この親っていう存在が身近にいる立場の方じゃんか。でもいずれ親になる方もいると思うし、でみんなから見える親っていう存在がどんな存在かっていうのもあると思うんだよね。で親御さんにもいろんな方がいらっしゃるし、でやっぱりさ人間関係だから親子も親と子のね、なので、親御さんが、まあ、俺から見たらすごい素敵だと、いやすごい親御さんだよなと思うけど、みんなからしたらいや鬱陶しいんだけどとかっていうこともあると思うんだよね。そこはやっぱ噛み合うか噛み合わないかはあるからさ。なので、まあ、みんなにとって親御さん親っていうね存在がどんな存在かっていうのはまあまあそれぞれ違うと思うんだけれども、昨日話してきた中で一番伝えたかったことが、親御さんの力ってすげえんだぞっていう話をしたかったのよ、うん、それがメインテーマだったの俺の中では。でどういうことかっていうと、俺、まあ、今 YouTuber やってるじゃんか。もともと塾講師もやってて、であと学校の先生っていう、まあ、みんなのさ学生のみんなの周りにはそんなめちゃくちゃ多くはないけどある一定の大人がいるんだよね。まあ親御さんもそうね、保護者もそうで、まあ俺みたいな、まあ、YouTuber みたいなのも大人じゃんか。で塾の先生とか、まあ、学校の先生とか、まあ、あと習い事してたらその先生とかもいると思うんだけど、その中でさやっぱり親御さん保護者の方の影響力ってもううちらみたいな存在とは比にならないのよ。だから塾講師やってる時もそう、でもみんなからしたらさ、例えば俺が YouTuber が喋る言葉とか、塾の先生が喋る言葉の方が響くって思ってると思うんだよね。親が言われたことよりもって、親に言われたらムカつくんだけど、ハイツさんに言われたらなんかしっくりきますとかたまに言われるんだけど、でもね、そういった一面を切り取ったらそう見えるかもしれないけど、根本的には親御さんの影響が一番でかいんだよ。大きい。そう。で、今さ、時代がどんどん、まあ、時代が進むっていうのもあれだけど、時代が変わっていって、とにかく世の中が便利になったのよ。便利になった。まあ、スマホもあるしね、いろんなこと調べようと思ったら簡単に調べられるし。で、ネットがこれだけ普及したから、で勉強法も変わったじゃんか、変わってったから、どん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 俺らがね、俺が学生の時、つまり20年前ぐらいよねと比べたらさ、勉強もめちゃめちゃやりやすくなってるのよ。正直本当にそう思うから。で保護者の方も多分そういった感覚なのよ。もう自分らの時とは全く違うからって、だからちょっともう異世界、自分の知ってる世界とは違う世界でうちの子供は生きてるんだっていう感覚の方結構いらっしゃるんだよね。そうで分からないんだよ、経験してないから。で俺もだって YouTube の、まあ、俺は投稿してる側だから何だか分かるけど、 YouTube で勉強するっていうこと自体も分からないからさ。だから分からないものって嫌悪感を抱くんだよね。嫌悪感を抱くか放任するか、もう関わりたくないっていうか、よく分かんないから好きにしてよみたいなね。そうでもそうなっていくと便利になっていったから、もう便利な世の中だから子供も自由勝手に育つでしょうみたいな風に思ってる方で実は多いのよ結構これはまあ俺昨日の講演でもこの話してるからさ、まあ、絶対俺一部の方に嫌われたと思うんだけど、でこれもダラダラ上でも喋っちゃってるから下手したら嫌われる可能性もあるけど、でもねいらっしゃるんだ実際。そうでもねそうじゃねえぞっていうのすごく言いたい。世の中が便利になったからイコール放任していいわけじゃないぞっていう、親の影響力が薄れたわけじゃ全くねえぞっていう、子供たち、まあ子供たちっていうかあれだけど、例えば親御さんがね、保護者の方が何気なく言った一言、もう全然あれよ、こう喜ばせようとか微塵も思ってない、ちょっとなんかふわって思ったさりげない一言、褒め言葉、ちょっと褒めたみたいな、その一言がずっとずっとその子にとって宝物みたいな言葉になることって本当にあるんだよね。だから塾講師やってる時とかもさ、そのまま俺、まあ塾にいるから親御さんいないから普通にいろいろ話してくれんじゃん、親のこととかも。で嬉しそうにさ、なんかあそんなことでって俺らが思っちゃうようなことでも嬉しそうにそれを喋るわけ。こういうことをさママに言われてさみたいな、普段お前めちゃめちゃ反抗期しとるやんみたいな思うんだけど、でもやっぱりその言われたタイミングもあると思うんだよね。そうタイミングとか、その言ってくれた言い方とか表情とかもいろいろいろんなことが加味してると思うんだけど、すごいこう俺らがね、例えば動画とか塾講師の時も目の前でさ励ましたりとか、まあ、こう動画でいろいろ喋ったりとかする、きっとそれでみんなもさ何かしら受け取ってくれてると思うんだけど、もう日じゃないのよ、目の前にいる家族っていうのは、親御さんからね言われる一言っていうのは。だからね、それはやっぱ伝えたかった、改めて。そんなこと分かってるよっていうことも多かったと思うきっとね、うん、でもね、なんか俺みたいな立場だからこそ伝わると思ってるんよこれ。多分学校の先生
だから保護者の方から言ったら自分の高校の先生とか自分の中学の先生に言われるよとちょっと違うと思うんだよね。そうこうやって YouTuber っていうちょっとよく分からんけど、なんか子供たちがなんか好きって言ってるとか授業ねお世話になってるみたいな、その人が言ってるみたいな、そうこのポジションだからこそ伝えられることってあると思ってて、うん、でそれを熱弁してきましたっていう、それをこのダラダラ上でも言いたかったっていう。で今プラスの話をしたんですけど、これマイナスもしっかりで、いやみんなこっちの方が分かるかもしれないね、そんなことで傷つくみたいな、そんなに引きずるって、そんななんかさ別にへこますために言ったわけじゃないんだけどっていうことがずっとへこむよね。まあ言った側は覚えてないからね、こういったことは。でこれも、まあ、何気ない一言よね、そうがずっとナイフのようにね鋭利な刃物で心に刺さり続けることはやっぱあるからさ、うん、言葉はやっぱり一種の狂気なので、それはあるなとは思っている。だけどもみんながね将来さ、まあ、親になる方が多いと思うからの時にやっぱ覚えててほしい。でどん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 子供って大きくなっていくとやっぱ変わっていくとか距離感が変わってくるのよ、まあ、うちも息子が8歳と5歳がいて、まあ、さすがにまだ8歳だからそこまでは変わってないけど、でもやっぱり、保育園に行ってた時代と今の小学校2年生の長男は距離が違うもん。うん、だから言葉とかも選ぶし、ある程度そう自我が芽生えてくるから、同じように言ってごまかしが効いた言葉がごまかしが効かなくなるからね。そう、まあ、それが楽しいんだけどさ、それがすげえ楽しい。自分で創意工夫してこうやって喋ってったらこう伝わるかなってもう毎日考えてるから、俺言葉が好きだからさ、言葉遊びというか言葉選びがすごい好きなので、こうやって投げかけるとあすげえ喜んでるとか、あこの言葉のチョイス間違ったなとかね、そう、そんなことの毎日トライアンドエラーをずっと続けてるわけだけどさ、でもみんなもきっといつかそれを分かる。でみんな自身も気づいてると思うんだよ、自分の変化で。反抗期真っ只中の子も自分の中でいけないことを言ったなって思うこともあると思うんだよね。そうで親子関係ってすごく難しくて、もう5年生長くなっちゃうから最後にするわ。親子関係ってすごい難しくて、感情が先にやっぱ走っちゃうことって多いのよ。例えば人の子とか、例えばみんなもさ友達の家に行って友達の親にイラッとする発言があったとしても、まず止まるでしょきっと、これ言っていいかなって多分精査するはずなんだよ。で精査した後に、いや今は自分が言う立場じゃないなとかで止まることはあると思うんだけど、親子関係だと近すぎて距離がまず出ちゃうんだよ、止まれないんだよね。で親御さんもそうなの、結構先に行っちゃってから後悔することって非常に多い。でもしね親御さんもこれ多分聞いてくださる方すごく増えたので、親御さんにしても子供ね学生のみんなもみんなからしてもそうなんだけど、ちょっとこれは、近所のおっちゃんの配置が願ってることとして受け取ってほしい。生意気に聞こえるかもしれないんだけど、言っちゃうのはしょうがないと思ってる。まあ止まれるなら止まってほしいよ、もちろんね、傷つけてしまうから相手を、親も傷ついてるからね、みんなの言葉で。だけど行っちゃったって思って部屋に入って、まあ、親御さんもリビングで一人で後悔するんだったら謝りましょう。謝る。で謝ったとしても、そのやっぱ思春期の時期なので親御さんも素直にごめんなさいを言われても受け取れないこともあるし、みんな自身も受け取れないこともあるよね、きっとうっせえなってなるかもしれないけど、でも言ったことに価値があるので、ごめん、俺はありがとうとごめんなさいっていう言葉は、まあ、届かないこともあるけれども、言ったことにまず一つの価値がある、絶対に。だからやっぱそれは伝えた方がいいです。どん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 、ごめんなさいをサボってごまかし続けると溝ができます、そのうち、はい、でその溝はどん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 広がってしまう。で修復できなくなっちゃうから最後は、うん、そうなるってほしくないんでね。なので、まあ、ちょっといろいろ話が逸れてしまったんだけど、親御さんの力ってすごいんだよっていうところと、まあ、今言ったねありがとうとごめんなさいっていうのはできる限り言った方がいい、うんと思うよ難しいのは分かってんだけどね、と思っております。ということで今週のダラダラジオは以上でございます。今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。で、今週はですねちょっとねテレビ来週出るテレビの情報解禁があったりとかしますので、ちょっとお楽しみにしていただけたら嬉しく思います。であとは昨日ですねヨカローモンさんと歌のコラボさせてもらって、うちのチャンネルではねボイパを習ってきたっていう動画を投稿したんですが、ヨカローモンさんの方で福山雅治さんのミルクティーっていう曲があるんですよ。みんな知らない方多いでしょ。15年前の曲です。みんな何歳ですか。そうなんですけど、すごくいい曲なのでよかったら聴いてみてください。でもしきっとねみんなのお母さんもお父さんもかな、結構ね福山さんのファンだった方絶対いらっしゃると思うよ、世代だから。で福山さんでミルクティーって曲知ってるみたいな聞いてみて、
知ってるって言ったらちょっと見せてあげて、いつもさ授業見てる先生がなんか歌ってるんだよ今回みたいな、こんなんなんだけどどうなんみたいなっていうのをやって辛口コメントもらってきてくださいあの辛口コメントなんか、いやこれないわ下手くそだわっていう風にママに言われましたっていうのは俺に言わなくていいから、うん、傷ついちゃうからよろしくお願いします。はい、ということでじゃあまた来週のダラダラジオでお会いしましょう。明日からねまた1週間ねお互い頑張りましょうね。それじゃあまた来週、バイ、バイバイ